そしていよいよ最終ステージ。あと1ステージ。すごい眩しい。なんだこれは。ゴールドセイントだよ。水。水は無限に食べる。大砲。なるほどね。なんかすげえな、わら。怖い。せめて一面はこのまんま一発目でクリアしときたいな。よし、ゲだ。なんでかこれまでのステージの複合があるっていう顔見せステージだった。あれ、鳥人ならぬ獅子人が。この炎は当たっても大丈夫だ。カエル。あ、取れなかった。とりあえずステージの様子見に行ってくるか。これで2つ目は OK。カエルを取り損ねたぞ。青はスピードアップ。あれ短い。これは生き直しだな。チャリコプター。一つ目をミスったのが痛かったな。複合ってだけでそこまで難しくはないのかな。上から取って、あ、これチャリ取らなきゃいいんじゃねえの。カエルチャリなんかおしゃぶりしゃぶってるライオンにね、あれ取れたらいけないんだよ。取らなきゃ楽勝じゃん。結構罠多いなこのゲーム。ぬるかった。死んでる。あ、ドラクエのオマージュかな。あ、スピードアップかと思ってたらうちわだった。飛びすぎて死んだ。上にでブラライダー連続ぐらいだ。全然メダルが見えんから。ああ、飛び込んでちゃった。でここに着地して最後の一つはあれは飛び降りたらいいだけか、もしくはちょっと早めジャンプとかしないといけないとかありえる。この微妙なイラッとする高さだなこれ。ちょっと時間怖いな。一点降りときたい。ちゃんと取らなきゃダメか。実は一番初め結構難関だった。ライハイとりあえずこれは2つも取らなきゃいけないからこれをゲットしてこの後かな。よし、取れた。で、最後は多分ジャンプしなきゃダメなんだろうな、早めに。ここもきつい。ザオリク。さすが最終ステージ。なんかバクミシもドラクエ4っぽいよな。まあいいや、最後のちょっと挑戦しとこう。ここを早めにっていうか、これいけんの？やっぱいけないな。よし、これ確認できただけよしとしよう。つむじ風ライダー。お、危ない。降りといて。ああ、また失敗した。これ3回とかよくわかんないんだよな。4回分に行ってたら余裕かな。よし、いいよいいよ、来てるよ。よし、先取っときゃ安心だ。最後はジャンプでゲット。この辺か。よし、あと2ステージ。なんというスピードアップ。踏んでそのままジャンプ。こっち向いたらどこまで行けるのか。戻し作業のこと考えると。大砲、そして大砲。ああ、上かよ。厳しい。少しの間はほっといて大丈夫で、ドリル飛ぶけど行くのは上と。ダッシュ下か、正解。でもこれ超えた後にむずいとか特に。よし、いけるな。ダッシュダッシュダッシュ、ジャンプジャンプジャンプダッシュ。で、これの後はウェイ。ダッシュ。これむずいな。飛びすぎると上上がっちゃうし。で、低かったらあれ死ぬ台だろうな。ドーンドーン。ここまではぬるいな。はい、その後失敗したけどね。ぬるいながフラグだった。じゃあ、あと一つゲットしてやるぜ。ここも早めにダンジャンプからの連続にダンジャンプか。あんまり考えずに成功してしまったところは逆に失敗してしまったりすることね。よし、から無理だ。そうなんだよ、これ実はなし取らない方がいいとか。取らずに進んでもらう。取らずに行ってみましょう。ここは2段ジャンプ速攻して2段ジャンプもよし。おっ、取らなきゃ楽勝だった。このゲーム罠多いわ。ラストステージ。どれ？ロックマンになりそうなステージだな。ちゃんと足場に乗りつついかないとダメだ。上だ。乗りながら行こう。いざという時に乗れる。よし。で、次はダッシュ。3回目、ナイス3回目。怖いっす。お、いけた。ラッキー。メダルはどこにあるんですかね。変える。あった。取った。いった。よし、クリア。エンディング。クラウン王子ゴールドプラス5チャリデラ王。パチパチパチ。よし。パチパチパチ。パチパチパチ。頑張った。なんだろう、グランドツアーコンピートまで4時間ぐらいだったかな。まあ、あくまでもこれは通常クリアだから、ここからダウンロードコンテンツやらグランプリでどこまでいけるのかと。スタッフロールはいたって普通だな。ファンキークライマー。ただこれ、こういう風に音楽のタイトルだけ書かれてもどこのステージで使われてたのかがよくわからない。カエルジャンプで捕まえて。 MGS がメタルギアソリッドにしか見えん。確かに、わらわら。カニ光線マシン、やっぱカニ光線だったんだあそこ。明けおめ、わらわら。達人ステージまだ出てない。バックのミュージック変わりまくってるな。お、クレジットも終了か。MGS おめ。シュウヤさん感想を一言。感想。スパイシーソフト。まあ俺チャリソー系すんのこれが初めてだからな。スマホのやつはあれだよ、後からやってみたけどタッチするだけなんだけど、結局 3DS 版も A 押すだけだから移動できる分楽なんだけど、結局移動しちゃうとゴールド取れなくなるから結果 A しか押さない。左手は添えるだけ状態。使うのは右手の親指1本。親指1本そこまでみたいな。終わってからのスタッフロール長えな。スパイシーソフトって終わるかなって思ったらそっから長かった。なんか2周目が始まった感だよなこれ。もしかして D 押せってだから戻らなきゃ一生回り続けるのか。もしかしてそんな感じだったな。というわけで無事クリアアワードどれくらい埋まったかな。鉄砲グライダー50回ミスした。134回死んでいく。結構埋まってるなあ。だいぶ埋まってる。カルワザライダー7万ジャンプ、1万ジャンプまではまだ半分もいってない。結構埋まってないだな。金メダルが270枚全部集めてこれだから追加ステージ出てるっぽいな。クラウンを90個、あと30ステージ。ドリルチャリ、マッハライダー、昇竜チャリ、マンボウ。まだグランプリは進めてねえんだよな。とりあえず追加ステージどんな感じかな。200余裕です。こっから先はあ、なるほど戻っていくのか。一番奥まで行って今度は難易度戻っていく的な。オッケーオッケー。とりあえず一回グランプリどこまでいけるか試してみるかな。ノーマル、ハード、オンライン。とりあえずノーマル。初見では無理かな。背景かこれ決めれるの。背景ランダムでいいです。このたった1回でどこまでいけるか。1000m って言ったな。とりあえず初めのメダル 1000m は余裕か。怖い、いろいろ怖い。水の中飛べ。毒じゃねえか。ラストステージをクリアしたシュウヤさんのテクニックなら前後移動していいのかな。絶対 1000m は余裕だ。どこまで行けるかな。よし、怖い。下りで死んだりしないだろうかっていう不安がついてくる。あ、ビギナーライダーちょっとぬるかったね。なんかグダグダだな。まあいいか。そしてオンラインランキングを見てみよう。ブロンズランカー2016年 44,766 位。1位はあ、1位見れねえ。あ、LR で買えるのか。11万か。よくやるな。これあれだな、自分の登録してる券が出るようになってる。まあ俺は登録してないけど。おっ、100まで3万は超えないと話にならないな。あと3万メートル伸びたらトップ100に入れるんだけどなみたいな。遠いわ。よし、まずは1万メートルか。ハードを出すためにはプレイ時間だけでもいくらかかるのか。あ、アワーでも増えてる。1000m 突破。週間ランキング登録した。